いや、6月4日が楽しみだわ。俺、ほら、わかんないからさ、わかんない中聞いてるからさ、俺の頭の中想像だけがさ、膨らんでいってるからさ。ダメだって、誠一のことって ダメやって。誰やねん、誠一って。誠一のことや。もう分かったんやけど、誠一ってどういうことか。誠一のことや。よう覚えてますね。誠一二期なん、本当は。誠一さんっていう方がいらっしゃってね。ああ、自己さんに来た関係のない方です違う違う違ね。そうですね。エッテさん、キャバクラで女の子と話してるのあんま見たことないかもしれない。全く話さないよ。本当に顔が。X さんが参加されました。そう。で、多分、キャバ嬢に話しかけられても、仕方するんちゃうかな、普通に。そんなに？みたいな。マジ興味ないよね。うちらさ、X さんのトークで多分2時間ぐらい語ってんじゃん。やばい、めっちゃ話してるよ。ここまでやっぱその、X さん思う。パイナップルと X さんのその気持ちを、なんやろ、ね、その語り合う局面が、ね、なかったから、今日も会うしな、X さんに。あ、そうですね。あ、そうなんや。X さん、名前教えてって言われてる。名前教えて。僕ね、ちょっとでもね、本名を言うとね、検索するとなんかいろいろ出てきちゃうんですよ、僕。自己破産以外にもなんかやばいことしてんの？じゃあ、倒産してるから、僕のその代表まあまあ、取締確かによ役く、何よく々ない。が、まあまあ、よく、やめなそうさい。そう。お店の名前とかも全部出てきちゃうんやめなさい。もう宣伝したらええんちゃう？だって配信やめなさい。もうやめとるんだよ。その店やめて、社そう長だ、やめてる。全部売ってるから、違う人の名義やめだかなさい。卵おはよう。そういうことね。迷惑がかかるか。そうす。なるほどな。卵今な、X さんの話してた。X さんは、こんだけ私にいじるいや、から、違う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 、X は違 X さん私のことが好きなんうよ。で違うはない違う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 。かっていう話を討論してました。まあ、好きやろうな。自己さんに来た、不動産と一緒。いや、4個出してやそう。好きじゃなかったらギフト絶対投げへんしな、そもそもな。てか、じゃあ、投げる投げない関係なしに、なんでこんなに意地悪をするんだろうってことを考えたら、やっぱ、みんな、まあ、キコちゃんも思ったし、Google の先生が言ってた通り、投げる投げない関係なしに、やっぱ好きなんではないでしょうかと、Google 先生も言ってたのにね。それが答えです。Google それがも、答え。Google も言ってらっしゃいましただたから足りね。ないだと。あ、ギフト、いや、ギフト足りないとは思ってない。だからギフトは関係なしにって言ったじゃないですか。ギフトは関係なしに、そのなんかこう、ド S な感じは、やっぱそう、好きな子だからこそいじるんじゃないかって。確かにふとした時に他の女の子にいじってたことあるかなって。他の女の子にいじってたことないんですよ。ない確かに、女でいじられてんの、パイナップルです。私そうぐよね。らいなん Google です。先生なら間違いないな。私だけなんですよ。そうなんです。明らか違うんですよ。明らか違うんですよ。そう、好きな子にいじめ、そうなのよ、たまごちゃん。だからさ、キコちゃんがね、真剣に、いや、多分 X さんはガチで、パイナップルちゃんのこと好きなんだと思うよって言ってきて。やっぱ、そうやな。好きな子には、なんか恥ずかしくて本音言えないのあるからな。あ、かわいいな、X さん。でも、それ、小学生の時じゃない、それ。いや、大人でもあるって、Google に書いてあった。いや、ありマますジで？よ。あるって、そういう方もいるって。だって、まだ若いですもん。そう、まだ20代。若い、若い。ピコさん、年齢知ってる？あ、は X さい、ん。コメントで知りました。27やったっけ？あ、そうです。3個下です。若いよな、27で。TikTok にい2や、億すごい。い円ぐらい課金してや、んすごいよ。でも、3億ぐらい投げてんじゃん。すごい。3億、やべえな。俺、貯金なしてんのもやばねえぞ。いよ。師匠と会うと緊張するから会いたくないって言ってます。いや、嫌いなだけだって。嫌いなだけだって。だから、2人では会えないんですよ。でも、確かに2人で誘われたことはないな。でも、昨恥ずかしい。日私、途中に、もう、眠いで先帰っていいよ、みたいな。あ、優しいなって思ってたら、今考えたら、あ、二人きりになりたいんだなって思って。なるほど。呼んでもうくれ結てた構から。ええよ、みたいな。やっと二人きりになれる状況のお膳立てみたいな。どうやって帰ったかっていうと、ラマさんがタクシー用意してくれて、私そのタクシーで一人で帰ったんだよ。はいはいはい私はい。乗ってない。へえ。じゃあ、
残念。すごいな。いや、じゃあタクシーの中に X さんがいたとしたら、ちょっとね、手がゴムゴムのみたいな感じで、ちょっと。絶対さ、X さんが私に触れてくることは、ない。過去で一回でもない。大事にしてるから。なるほど、全部相当にや。大事にしてるからか。キゴちゃんめっちゃポジティブ。全部大事な女には、あれだもんな、先延ばしにするっていうかさ。簡単に触らないです。そういうことね。そういうことか、X さん。なるほどね。あー、かわいいなー、X さん。X さん、かわいいなって。ないやねん、それ。え、なんか、X さんに恋愛したことあるって言う。私がえ、だから、その少女漫画とかの見過ぎで。これ、同じこと言ってる。同じこと言ってる。うん、あ、ほんまや、言ってる。うん。誰と同じこと言ってる？俺、ちょうど少女漫画って言おうとしたら。ああ、少女漫画。うん、そう。少年漫画しか読んだことない。うん、少年漫画なんで読んでんの、逆に。毎週ジャンプ読んで。やば。へ、え、ぇ、ー。でもそうだよね、うん。大事なしたい女に、大事じゃない女にはさ、ね、すぐあれかもしれんけど、大事な女にはそんなねって言うもんね。いや、そうなんですよ。本当にそう。それは言うもんね。遊びと遊びじゃないのあれ、みたいなな。うん。うん、ちょっとこの仮説合ってません？本当に。どうですか？合ってません？だけど、キコちゃんがその問題提起してくれたことによって、うん、より、やっぱ、エックサーパイナップルのこと好きなんやなっていうのは、再認識。うん、再認識というか、うん、言われてみれば。うん。え、パイナップル結婚願望はあんの？そもそも。あるあるある、もちろん。あ、じゃあもうエックスさんしかいないやん。なんでそういう会話なんだ。いや、もう、だエックスさん以外に、うん。お前も思う。俺何思うときゃいいんすか？陰1が1、陰2が2、陰3が3、くだけ覚えておきますわ。あ、キコちゃんも今日来るんだっけ？あー、ちょっと間に合わないかもしれないですけど、顔出し。間に合わない。あー。時間に行きます。うん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 。すごい、今日何時からなの？ 8 時ぐらい。まあ、秘密です。自己破産に今日お前来たそうにすんなよ。俺も行っていいかな、みたいな雰囲気になってんじゃねえ。6月4日から早めようかなと。やばい、気使ってくれてありがとうって言われました、X さんに。え、何が気使ってくれ、何が？やっぱ、あれです。はい、パイナップルさんへの思いじゃないですか。あー、普段、自分で言えないから、言ってくれてありがとうってこと？ピコちゃんに配信をつけてもらったのは、その、本当の思いを伝えるためみたいなところあったんかもしれない。で、それの、まあ、うん。そう、今まで閉まってた心の扉をパカって、開け開きをしてくれたんや、キコちゃんが。あ、そうです。だから、川原社長がいるから、言えんかったんか。そうですよ。だって、押してるから、そんな大々的に。ダメですよ、パイナップルさ。いいよ。悲しんでる人がいるんだから。もう。いいよ。そうか。いや、絶対、例えば、X さんの隣とか座ったら、お前あっち行けって言われるよ。かわいいじゃあ、X さんの、パイナップル、お前、かわいいなんだ。ごめん、違う、あっち行けじゃなくて、パイナップル、お前、あざとさ足りてない。な、X さんの隣、座るふりして、X さんの膝の上に乗っちゃって。蹴飛ばされる。絶対に蹴飛ばされる。一回見たい。うん、私、なんか、バックを踏まれたことがあったの。誰に、ね、X さんに。X さんに。で、よくよく考えたんだけど、これどうせ男から買ってもらったんだろうって。ああ俺が新しいバッグ買ってやるよ、みたいな。そんな風に言ってるけど。だから、あれかもね、他の男がダメなんだろうね。ああ、そうやな。そうだね。絶対俺だけのパイナップルでいてほしいって感じやよな。踏むぞーみたいなさ。踏むぞーみたいな。聞けば聞くほど俺ほらわかんないからさ、やっぱり。わかんないけど、聞けば聞くほどやっぱり X さんはパイナップル好きだなっていうのはわかんない。そうでしょ？うん。私まだ浅いから、そう思うから多分そうだと思う。で、証拠は、エビデンスはって言われたから、いや、女性からもらいましたよって言って。エビデンス。あ、そう、エビデンスはあったよ。ちゃんとあるよ。本当にどこから買ってないのって。なんでそこまで興味あんねんっていうね。エビデンスはって。
エビデンスまで。そんな、カバン誰からもらったらエビデンスだって普通聞かないけどな。彼氏、彼女でもないのに。付き合ってもない状況で聞かないよ。ねえ、エクさんがお前ら暇すぎだろって言ってた。エクさんの会話でここまで。うん、確かに。俺はあれだよ。俺はもう、楽しくて仕方ない。仕事、あれだよ。なんでやって。いや、気払いの繋いでる仕事は完全に遅刻してますよ、僕は。今めっちゃおもろいや、なんで。やばいな。遅刻、出ていいよ。いや、でもね、俺おもろすぎて、めっちゃ気になりすぎて。いや、その、日払いの仕事なんかより、俺らで喋ってた方が人生楽しいから。いや、そう思って、そう思って。うん、今、さっき親が覗きに来て、え、仕事だよとか言って。いつまでやってんのつって。あおもろいなぁ。マジ最高。え、まあ、6月4日ね。6月4日。X さんよろしくお願いします。いきます。今日の夜楽しみだな。今日のネタができたな。確かに。ちょ、川原社長、どんな感じになるんやろな。ちょ、その時さ、キコちゃんもさ、やっぱ来てほしいわ、言う時。遅い時間、遅い時間行きます。いや、それまでなんか頑張りたいっすね、X さん。あ、ごめん、あの、パイナップ、キコちゃんにちょっとね、ちょっと依頼があって、あの、はい、動画を撮ってほしい。あの、X の兄貴とパイナップルでポッキーゲームする、ちょっと動画をまず撮ってみたんだけど。やめろ、ぐらいまで縮まるかマジで、マジで、お前、そういういじりガチでやめろ。うん。はぁ、お前、いじりじゃねえから。多分、今晩はゴンやられる。多分、今晩はゴンや。次、パイナップル配信したら、鼻が、鼻がなんかずれて。布が、糸が。塗った跡が。おもろいな。X の兄貴の頭突きめちゃくちゃ痛そうやしな。痛そう。スポーツやられてる方のなんか瞬発力のね、これは痛そうや。面白すぎる。やばい。やばいでしょ。フットサルでデートしよう。キーパーやって、ほら、また言い始めてるから。完全にもう日本代表のキックが来るぞ。青に。青になってくるぞ、絶対に。やだ。いや、今日の夜動きますね。今日の夜動く。進展あるかな。恋の神経戦が始まっちゃう。その回終わった後に配信すんの。いや、わからん。見て。いや、でも、どうだろうな、わからん。うん。いや、みんな楽しみだろうな。あ、でも、楽しみってないでしょ。え、ヤスが来た。元ガチ恋が来た。元ガチ恋、ちょっと X さん、私のこと好きなんかもしれない。多分、ヤスはあれやな、X さんとパイナップルが結婚するってやったら、ハンカチ噛んで、って。はって、X さん何がはって、うん、え、だからパイナップルと X さんがね、結婚するっていうの聞いちゃったら、うん、ハンカチを口にね、こうやって、やって、なんで、はーって、吠えるかもな。辛いって泣いてる。うん。ヤスが。元ガチ恋。つらくないやん。元ガチ恋やん。パイナップルファーマンも外したやん、イヤス。けど、やっぱ、元好きやったってなったら、うん、うん。やっぱショックだよ。俺、だって学生時代に一回だけ告ったことがあって、うん、で、その子の結婚を Facebook で知った時に、うん、マジかよってなったもん。なんふざけんだよ。なんや。なったよ、マジで。うん。けど、インスタグラムとかでさ、あの、ストーリー、あの、うん、見た人わかるやんか。あれで、Facebook の閲覧者っていうのも見えんのよね。で、Facebook で、その、俺、リオちゃんが、俺のインスタ見てくれてた時は、へいへいへい、また興味あるんかい、みたいな。あるわ、そういうのはね。あー、おもろいな。あー、じゃあまあ、自己破産。あー、じゃあ仕事行ってこい、お前は。自己破産は仕事行くわ。今日7時やわ。あー、また。ありがとう。みんなありがとうございました。はい、ごめんな。6月ね。6月4日。はい、バイバイ。ずっと言うやん、この男。はよ出ろ。やっと少しの時間やけど、いや、あの、なんで X さんこんな意地悪するんやろっていう話から、キコちゃんは真剣に思ったんやって、うん、X さんと今日電話した時に、ちょっと一ついいですかって。うん、あの、パイナップルちゃんのこと好きですよね。じゃなきゃあんなに積んでるし、なんか意地悪しないですよね。ってあの、キコちゃんふと思ったらしい。昨日も聞いたんですけどね。昨日も聞いたの。はい。毎日聞いてますね。なんて回答送るの嫌い、みたいな。やっぱここまで芯食った話はしてないんちゃうかな。ああ、確かに。でもみんなに嫌いって言い振り回してんの、X さんは。私のこと。
ゆいな人とは会いませんよ。いや、それ愛情の裏返しなんだよな、これはな、完全に。昨日聞きましたよ、昨日。いや本当にでも誘われてないのよ。ひかりさんのバースデーとか。うん、本当にさ、あのね、と、あの、嫌いって思ってるから誘ってないだけだと思うけどね。でもなんだかんだ最後誘うじゃないですか、いつも。いや、今回は誘わんと思うよ。私がひかりさん推しやし。推しだからこそ逆に多分。ああ、嫉妬して。うん。誘わないと思うよ。その誤解ときましょうじゃん。誤解を解きます。うん。Xさんが参加いたしました。誤解って何？ひかるさんのことは恋愛感情じゃなくて。あ、ないですよ。恋愛感情ないです。本当になんか尊敬みたいな感じっていうのを伝えきれてないです。Xさんがぼちぼちジム行ってくるって。あ、そう。ありがとうございます。プロソロ、うん、プロソロ何映しとんねん。え、どっか行っちゃった。でもさ、キコちゃん思った。はい。キコちゃんに言うんじゃなくて、わざわざ私のところに来て、あの、プライベートな情報を。そうなんですよ。そう。そういう、ちょっとしたところが、もう。彼氏っぽいような、今からちょっとジム行ってくるから抜けるね、みたいな。証拠全部詰まってんの、ね、詰まったんで、この1、2週間で。こんな、キコやばいって言ってる、ね、そろそろいいかな、みたいな。そろそろもう、ツンデレじゃなくて、ちょっと、デレも出していこうかな。もうそろそろ。ねえ、お疲れ様です、ね。今夜一回。今日は、そう、バラと愛してるをもらったから、まあ、愛情たっぷりですね。答え合わせしましょう。ちょっと。よし、やった。調子マークの見過ぎてきてる。ヤスオンバラ。バラはね、一目惚れって意味らしいよ。ヤス一本のバラ。うん、いや、キコちゃんのその何、恋愛話。なんか、絵に描いたような少女漫画やったな。マジで、ずっとな。なんか。面白いな、うん、ああ、でも。いや、でも渡ってると思うんですけど、違うのかな、うん。どうなんだろう。それは X さんにしかわからないから。そうですね。X さんのお気持ち。だけど、まあ、哲学みたいなもんじゃない。その人間がその生まれて、今度ね、天国に行ってどこに行くかみたいな。恋愛もなんかその、わからん方がおもろいみたいな美学あると思うけどね。はっきりさせてしまっていいのかと、キコちゃん、みたいな。うん、いやあ、もう、曖昧な関係のままで、ね、いた方が X さんにとって幸せやったんじゃないかな、みたいな、あるんで。ああ、それは結構。哲学ですね。答えを出したから気づいてほしいっていう場合ありません？意地悪する方って、ちょっと気づいてほしいからそういうことするわけじゃないかな。いや、そうなんですよ。ただ気づかさせてくれたってことなんで。そうか。で、キコちゃんにはパイナップル感謝してるわけか。多分そう。ああ、そういうことな。それで、なんかこう、あれやな。うん。キコちゃんに感謝してたら、本当やな。うん、いや、だって、パイナップルさんがもう、母さんに、こう、もう、尊敬してますみたいな感じで、でも、X さんは、母さんのことも好きだし、パイナップルさん。あ、そっか、そっか、こう、難しいんだよな。複雑じゃないですか、もうなんか。確かに複雑やな。感情移入しちゃって、X さんの気持ちが。あー、そっか。そう考えたら感情移入しちゃうわ。キコちゃんにちょっとすみません、恋愛相談と言いますか。エクさん気になって帰ってきたよ。いや、なんか、恋愛相談、キコちゃん、いや別に男と男やから恋愛とかじゃないんやけど、X の兄貴、めっちゃ俺に投げてくれて、ハロウィンの時に、あの、なんや、メイド服のコスプレしたら、あの、1にさせてやるぞって言われて、2.5M 投げてもらったりとかね。あと、オールスターズとかも連れて行っていただいたりしてるわけよ。これって、X の兄貴、俺のことどう思ってると思う？なんか相談したくなったわ。いや、もう大好きです、それは。ああ、面倒いから3人ですればいい。何を3人でするの？何をやねん。何を3人でするの？行動で表すタイプなんで、それは大好きです。うん、大好きなんや、ね。誰にでもやんないもん。確かにね。確かに。で、本当にそうじゃない。X さん嫌いな人には嫌いだから、誰にでもそんな投げないし。お金使わないと思う。うん。確かに。なるほど。結構、トップレベルで好きですね。プロの人は、ね。ああ、やっぱ男の中では多分俺一番気に入られてると思うな。いや、それは川合社長。川合社長のことが一番大好きだと。ああ、配信ライバーでは、ライバーではプロソロだね。ライバーでは、うん。うん。川原社長ライブ始めたら、あれかな、X 兄貴、秒で日韓1位にするんかな、知らんけど。しないでしょ。しないでしょ。ユニバ無言で無表情で、カッコ投げて。しないでしょ。4.5M で川原社長、配信時間1分で1位みたいな。
でしょ。笑うけど。叩かれるぞ。ほんま。叩かれる？うん。いや、X やったらそんな余裕やけどとか言ってやりそうなんだよな。うん、だったら誰かとガチバトルさせる、それこそミゲン、ね、ミゲンさんとか。いや、パイナップルさんとさせるんじゃないですか？あ、でも本当に X さんそういう風に言ってきたの。えぇ、なんか、河原、いや、河原社長に配信をこの間つけさせて、うん、なんかパイナップルと河原社長コラボ、そう、できないんだけど、なんでって言われて。なんか時間が必要だよね。120分あれしないとみたいな。なんか X さんからそう、河原社長とパイナップルをコラボさせたいってきてて。言ってた。あれってどういう意図があった？なんか自分の気持ちを、いや、なんか、つけてもどうせ X さんそっち行くから爆投げで私、爆投げするんでしょっていう。ハンドバッグにふさわしいだけやろ、それは。あれ、そう、そうじゃない？あれは自分の気持ちを確かめたかったんですよ。どっちを。いいよ、それちげえよ。自分の気持ちを確かめたかった。ヤスが名前変えてきた。ヤスに、ヤス名前変えてきたな。なんて名前変えたん？あれ？ちどこ行ったやつ？にがってなってるやん。やすに、ガチ恋実らず。なんやねん。だからもう、恋のバトルに負けちゃったと。もう X さんに譲る。わからんやん。X さんは、X さんは違うって言ってんだけど、でも、キコちゃんが、また X さんに来た。もう全然、もうジム行ってないやん。もう、パイナップルのこと好きすぎて、もうなんかもう、さっきのジゴハさんに来と一緒でもうなんか、もう夢中になっちゃって、もう。頭おかすぎる、境界線で。あ、じゃ違う、境界線じゃなかった。間違えた。境界線な。間違えた。お前や。あたおかな、お前や。漢字読まれ。漢字が。境界線は3文字だろ。境界線は2文字なんだよ。うん、なんていうのこれ。伏線回収。伏線回収、うん、?4 文字うん。あ、4文字か。うん。だ境界線。間違えてたから。うん、夏は誰、うん、そういうことな。あんまり、ちょっと、二人の男性をこうしないんで、ね。いや、私そんなことしてないよ。魔性の女みたいに言ってる。私が自然の魔性の女みたいに。川原さんの手のせいで、コロ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 って。私どっちかって言うとコロコロされてんのよ。うん、そう。二人のことコロコロできてないのよ。そう。できてないのよ。確かに、確かに。つくしですもんね。コロコロされてんの、ずっと。エッグさんで言う、マキのつくしですもんね。あ、そうそうそう。ずっとコロコロされてんのよ、二人に。いやー、可愛すぎるな、それは。いやいや、何が可愛いって、キコちゃんのその考え方なんだけど。ピュアだよな、ピュアな、あ恋愛。まだけどな。まだマキのつくしの親友の友達みたいな感じ。ああ、なるほどな。あ、待って、あ、え、もっとパイナップルちゃん、ヤスを大切するように言ってください。ヤスがそう言ってんの？いや。ガチ恋実らずっていう方。ああ、そう、ヤス、そう、ヤス。いや、それはもう気を引きたいだけやから、だから、X さんとのね、こういう物語にね、もうそのなんか破れたって、その自分でその書いちゃうところが良くなくて、うん、本当にパイナップルのこと幸せにしたいやったら、X さん以上にやっぱ投げてあげたりとか、うん、そういうのをしないと実らないと思うよ。確かに。また行動で示す。そう。うん、どうまだパイナップルさんは答え出してないから、まだ、チャンスありますよ。あ、じゃあ今のところの、結婚相手候補5人ちょっと言ってみたら。こ、うん、5人ね。この人とやったら結婚してもいいから、まあ1位はプロソロじゃなくていいから。うん。いいじゃん。川原さん、無理やから。かわいい社長、X さん。あと3人ぐらい、その候補で。3人、うん、候補。誰言うかな、うん、そこに、まあ、安が入って、で、ヤスが入って、ヒカルさんが入って、ヒカルさんが入って、あと誰入れたらいい？いや、それはパイナップルが好きなやつ入れる。誰かいるかな？男で。あ、ラファエルさん入れとこうか。激アツの、よかったな、ラファさん、ヒカルさん、X さん、川原ちゃん、ヤス、お前よかったな。よかったやん、ヤス。すごい、入れたのすごい。はい、すごい、ヤス、よかったやん。はい、別に入ろうとは思って、んプロさん、荒野さんが呼んでます。は？あ、ここに呼ぼうよ、ここに呼ぼう。あ、でも待って、お面ついてるかも。待って、やめろ。どういうこと？見とけ。俺20位以内じゃないぜ。絶対見ない。いや、お面ついてないぜ。ん？か、
髪型どうなってんねん。え、多分あれでしょ。誰もコラボ相手いないから暇で呼んだだけでしょ。ああ、じゃあ呼んでみるか。ブレスブレスブレス、ここに呼ぼうよ。うん。ニコラじゃなくて、ここで呼ぶ。うん、ブリコはあいつ招待オフになってるのかな。ブリブリス、はい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 。1200人、すごいな。大富豪社長はいろんな話しとった、エッグさんの話。いやー、プリコ久しぶりやないかい。どうなったよ、それ。宇宙人あ、待って。あ、待って、今ミキサー使ってるから待って。ミキサー使ってるから。ええよ。ミキサー使ってるから待って。メール。ミキサー使ってるからさ。最新アイテム導入してミキサー使ってるからさ、待って。もらった ミキサーやろ、ミスナーさんから。音が聞こえない。てんてててて。誰も喋ってないか。喋ってますよ。音が聞こえないこれ。どうなってんだよこれ。聞こえないか。じゃあ大きい声出してあげるから。あ、もし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 。ミキサー外せ。もしもしミキサー使ってるから。まあ、ミキサー使ってるからさ、多分あのいい音が届けられてるのかなと思うけど、何も聞こえないんだけどこれ。私あの動画の切り抜き見たけどパソコン持ってないから。ミキサーこれボタン難しい。ミキサーのボタン難しいこれ。ネット使うのがミキサーでも。ミキサーとも俺だけ一番いいはずだと思うけど。パソコンがないからなんか繋げられないから見たぞ。聞こえないのそっちが。なんでだろう。イヤホンさせてないから。お前ライブ来られるのに全然なんかガタガタしてる。大丈夫。うるさいな、これイヤホンさしてないからや。はい。ミキサーの使い方を知りたい。アキラ、ありがとう。ミキサーの使い方を教えてほしいんやってさ、パイナップル。俺もわからないわ。パソコン使ってないから。パソコンを使ってないから。できできごめんごめん。イヤホンしてないからや。うん。いや、そもそもね、そのね、ミキサーはね、携帯で繋げらない。うん。接続のあれがない。アキラ、そうか、え、ずっとほんまにプリコーに俺たちの声は届いてないんや。いや、届いてないふりをしてるだけ。なんやねん、しょうもない。届いてないふりしてるだけ。しょうもない。ミキサー繋ぐと声聞こえないもん。ほら。いや、それはイヤホンしてないからよ。ちょ、ミキサー繋ぐとマジで無音になるの、これ。だから、イヤホンだから、このミキサーのどっかに、こいつ入れ差し込まなきゃいけないんで、イヤホンをな。早く差し込めよ。そういうことだな。うん、でも入れる場所がねえんだよ。何しとんねん、ずっと。うん。差し込む場所がねえんだよ、これ。またこれ。どういうくだりなの？でもね、穴はね、穴は今ね、差し込んでから4コラ呼ぶよな。何の時間だ？何の時間だ、これ3人呼んで。何も動いてないねん。その何も動いてない。こっちあの、だから、何ですか？ライブ始める前にそこ、ちゃんとしとけよ。わかんねえから聞いてんだろっつって。俺も使ったことねえからわかんねえけど、ミキサーじゃ使わず配信しろよ、じゃあ。おめえはさ、そろばんしか使えねえのが。どうもねえ、人生だなってお前こっちのリスナーが言ってるわ。うるせえよ、お前 TikTok でしか日本一ねえだろ。うん。俺フラッシュアンサーでも日本一じゃかかってこいよ。どっちの方が人口多いと思ってんだ、この野郎。確かにそうやな。ああ確かに、母数で言うとそうだな。ホストの方がむずいわな。ああ。それはそうよ。やろうや。ボスの一番じゃねえ。ああ、けど、プリコ、あの、YouTube チャンネル登録者、俺6万人いけど、プリコのチャンネル登録者、お前何人おんの？言うて2、3万で。はい、お疲れっしー。そんなわけでおめえさ。なんやねん。TikTok のフォロワー何万人いんの？ごめん、俺目悪いから見えへんわ。お疲れい。1万人だな。ちげえよ、10万人だよ。10万人じゃねえか。おい、数字弱えな、お前。1万と10万の違い分からんやったら、そろばんだなったらどう？あ、ごめん、中卒か、ごめん、お疲れ。パイナップル、ヒコちゃん、おはよう。なんでこんなやつついねん。俺もね、ある。よいちょーってやつ。あ、あるね、マイクそや。よいちょー流れてないからね、ミキサーに、それ、でも。いや、こっちは俺、地声で行くだから。うん。よいちょー意味ないねん、ほんま。さっき、高野さんがミキサーさんなんかある方だけどさ、プロトさんが詳しいですよって私が言ってしまいまして。な、こいつ。寝てるか、キコちゃん。ああ、おはようございます。おはようございます。なんかあるの、肩だけどさ、ね、ほら、セリフみたいな。パイナップルは、言っちゃってるんだけど、パイナップルじゃねえよ。言っちゃってるやろ、ヨイちゃんやろ。お前、間違えんな。言っちゃってるじゃん。ヨイちゃんか。頭がないか、プロトさんじゃないの。言っちゃってる。いや、言っちゃってる。ナダルね。言っちゃってる、やっちゃってる。言っちゃってるよ、それ。コロチキのナダルね。なんかね、キコちゃん、なんかワンフレーズ作ろうよ。よいちょでやってました。ねよいちょ。それは、え、それどうなのやっぱ著作権的に。著作権的に、何やろ。もう寝起きすぎて口回ってない。髪の毛はボッサボサ。著作権的に、大丈夫なの？怖い人はね、私たちは喋りに来た。何しに来た？友達じゃなくて喋りに来た。いいね、いいね、いいね。いや、ええけど、ええけど。現実の中で、現実世界でな、友達いないランキングのこの中で決めようじゃ。はい？そろそろだろ。
いやいや、友達おるわ。大学時代の。違う違う。現実世界で、あの、友達いないランキングマジ決めよう。これ。それ決めて誰が幸せになるのマジ。何が楽しい、ここの会話で友達。いいからいいからいいから。いいから、じゃあ、最下位から決めよう。いや、プロソロだ。どうや、ごめん、どうやプロソロ、プロソロ、プロソロ。違う違う違う。俺、大学時代の友達に、脱毛ってどうってさっき、あの、LINE したばっかしだし。そしたら、あの、結構やっぱ、あの、お肌ツルツルになるぜって来たから。嘘つくの、お前ブロックされてんの知ってんだよ。ブロッコリーされてねえよ。うん。されてねえわ。なんで友達にブロッコリーされてんねん。なわけねえだろ。うん。だけど、プリッコはほんま仕事仲間しかいなさそう。うん。はい、残念。俺、先週、先々週、その前、3週連続で高校の同級生と遊びに行く、勧誘を受けた。勧誘？勧誘？なんかネズミ子がなんか、高校友達来てたネズミ子がなんか勧誘。なんか、昼ぐらいにいきなりね、ちょ、お足しないって言われて。なんかそれや。お足しないって言われて、まあ行くじゃん。久々と思って。はい、で、なんか持ってくものあるって言ったら、なんか、一応身分証持ってきてって言われて、ちゃんと一応と思って。おー。で、一応。やりバイトやん。で、行ったらなんか、最初なんか普通にな、懐かしい話をしてたの、途中でさ、なんか目の色変わって、ちょっとてか、本当に大事な話なんだけど、って言われてさ、なんか USB、ね、これ、よかったらって言われて、なになにこれですね。いや、いいから。これ、これ買って俺人生変わったんだって言われて、方法商材やったか。で、USB を。ネズミ子や。で、まあ買ったんだけど、それを友達に。買うんかい。うん。それを友達に売ったら、なんかまたお金もらえたんや、プリコは。あ、そうそう、俺が得する話だ。ネズミ子やないか。ネズミ子や。で、友達だから俺が得する方法を、お金持ちになる方法を教えてくれたの。優しくない？そんなんやらんでも、TikTok でお金落ちでしょ？いや、結局じゃあ友達がいないってことね。ああ、お前はいらないやん。フリコや。うん。え、パイナップル、じゃあそんなパイナップルは？あ、どんな感じ、友達、どんな友達いそう？私。だからとりあえずもう、よいちょよいちょって引きすぎてみんなが、ね、女友達がみんな、あんな子じゃなかったと。口を揃えて、ね、地元では、あんな子じゃなかったよね。SNS であの人は変わったって言われてそう。だってこいつ、新潟出身やからね、コシヒカリばっか食べてここまで。そう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 。いやでも逆にあれ、すごいなって言われたけどね。地元帰ったら。え、こんなに成長して。あれにやねん、おかんにだけやろ、友達いないんだよ、みんな。友達にやねん。親戚。あと、自分よりもともとカーストが低い地元の友達の前で、私さ、つって。やっちゃーっつって。これで一世を風靡したんだよ。やっちゃーっつって。確かに自分の話せんわ、そんな。嘘つけよ、お前。自分からそうなせんわ。お前、パイナップルとお前、ホスグル、アオイは自分の話好きって有名だぞ。どうなりや。あの、どうだろうね。あの、東京の人間には自分の話いっぱいするかもしれない。そりゃそうやろ。東京は数字の世界やもん。SNS で。それはそう。そうだね。地元帰ってまで自分の話はわざわざしてもな。いや、しないの？あ、しないよ。え、友達じゃん。実際何人ぐらいいる？え、でも数人かもね。え、それ、あれだよ。男のさ、そういう丸々フレンドは なしだよ。いるわけないやろ。いるわけないやろ。ああ、そういうことね。確かに、パイナップルは喋んなかったりするけど、喋ったら絶対いない。秋はある。あ、そうよ。あ、喋れますよ、ちゃんと。うん、まあ、パイナップルと俺は、まあ、ちなみに、まあ、そういうフレンドではあるけどな、その、まあ、うん。あ、まあまあ、それはよく聞く。あ、あのね、プロさんはね、私に投げてくれて、私も投げ返すって、そういうフレンドです。お互い、ギフトで。だその、配信やってないところで、まあ、その、夜のね、フレンドにもなってるっていう感じで。チョコが助けですけど。いいじゃん、いいじゃん。え、で、キコちゃんは絶対友達多い。私多いです。ねえ。多いですっていう人ほど、本当の友達少ない気がする。わかる。いや、これは確信できると思う。いや、こういうのってね、もうインスタ見ればわかるんだけど、多分、キコちゃんは、あの、誕生日の時にキコちゃんがね、はい、友達が、あの、飾り付けたホテルを予約してくれてそう。ああ、友達多いやん。やってないあ、それはさらないですね、さらないです。ないこれ意外と多くねえぞ、これ。あえ、あ女子会とか定期的にやる？やってます。何人ぐらい？あ、今日夜、あの、2軒飲み行ってました。女子だけで。友達おるやん。ホストクラブ初回と、ギツケルバー。めちゃくちゃ金ないやん。バーです。あー。何人ぐらい行ったの？ 3 人と3人で。3、3。あ、そうなんだ。仕事仲間、キャバクラの。
あ、地元の友達と終わってから、同じキャバクラの子合流しました。あー。じゃあ、プロスロが最下位ということが決まったね。はい。なんでやねん。え、ちょっと待って、具体的な人数それぞれ言ってないよね。プリコさんも怪しい。なんでかでわかるやん。プリコじゃ何人おんねん、具体的に人数。いや、従業員だよ。だから結局ご飯行くのも従業員、ホストか関連だって。だから結局遊ぶのも、TikTok で出会ったお友達や。でしょ？うん。なんか、そもそもだって、中学高校の同級生はプリコーのこと誰かわからんよ。なぜなら、整形しちゃってるわけで。まあ今かっこいいけどね。うん、わかるよ。本当に？うん。本名はじゃあ、本名は。ゆうすけ。え、ゆうすけって言うの？ええ、ガチ？俺初めて知ったけど。え、パイナップル知ってた？じゃないけど、ホストは、まあ本名言いますよね。え、俺、ガチでこうやって言うのが本編だと思ってたわ。思ってました。で、リアル友達の人数言うと、じゃあ、ここ、数ヶ月で会った友達の人数ね。うん。かりちゃんだよ。めちゃくちゃ時間かかっとるよ。おらんやんけ。10人はいない。おー。そう、かりちゃん、マジで。うん。ただ、会おうと思えば会える人は、会えてみるよ。いるけど、うん、だけど、会おうと思って会える人が、本当に友達と言えるかっていう感じやよな。だから別に久々に遊ぼうよで遊ぶことはできるよ。うん。俺、狭く深くパターンなんだよね。私だってほら、新潟出身だからそもそもね、会おうって言ってもほら、帰んないと会えないじゃん。うん。だから、東京で出会った人ってさ、結局仕事で出会った人になるじゃん。だからね、そうそう難しいよね。本当の友達誰って言われてもさ。確かに。仕事で出会った人。同士もな、仲良くなったら会うこともあるけど、じゃあ、それ友達なんか仕事仲間なんかも怪しいよな。でも友達だよね。友達らしいよね。うん。でもさ、俺、おいたはさ、最初さ、普通に配信仲間だったけどさ、今じゃね、部下と後輩だし、部下と上司だしさ。うん、ああ、はい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 。なんで、おいたさんなんで？最初は友達だったけど、あの、配信同士のね、今ってもううちの従業員のさ、働いてんの？そう、働いて、部下だから。働いてんだ。そうなんや。ホスト働いてんの？うん、しかも今、おいた100万ぐらい売ってるよ。え、やば。あれ、1日店長かと思ってた。あ、おうん。それ、そういうのやらせな、俺。あ、働いてちゃんと働く、え、けど、え、キタピとかも働いてたんやったっけ、そういえば。うん。キタピは、あまりにも来なさすぎて、なんかゲスト出勤みたいになってた。え、じゃあ、プリコ、じゃあ俺も働こっかな。俺もちょっとクラウンで働こっかな。さすがに審査はあるから。え、でも、プロソロ呼んだら、なぎしさん来るかもしれない。いや、治安悪い、なぎしさん来ない。そうだけど、お前やば。ああ、エッチなリキと変わらず、プリキンが売っちゃったな。ああ、縦姫、怖いですね、プリコ。大丈夫そう？俺が今更そんなの縦姫怖いとかなんないから。確かに。じゃあまあ、うどんさんも呼ぶわ。じゃあ、川原社長と X さんとうどんさんを呼んでプリコの、あの、店とつるわ。仲良くできない。うどんさんは来たことあるよ。あ、そうなんや。仲いい？仲いい？え、なんかバチバチにさ、その、うどんも俺も多分思ったこと正直に言うから、お互いうぜえなと思うけど、別に会ったら会ったら普通。そうなんや。うん。なるほどね。あれだよ。うん。うどんさん、来た時に100万ぐらいパッて使ってくれたよ。優しいね。お金にはね、あれだもんね。パッてすぐ、だってユニフォーム飛ばしてるしね、連打。確かに、確かに。すごいな。え、でも、あれやね、全然話変わるけど、なんか、まあ、なんかね、俺、よく配信者と一緒に、あの、東京で飯食うことあるやけど、なんかみんなプリコーの店行きたいとか言うね。俺の金で。え、行ってみたいです。あ、てか、プロさん連れてこいよ。連れてこいよ。上からやな。いや、なんてやねん。すごい、配信者の方、めっちゃ来るよ。やんな。いや、けど。男性、女性。会ってみたいってなるんだろうな。え、てかさ、でも、俺、あれやね、オールスターズの時に、なんか、プリコと、なんか、会ったんやけど、なんか、あんま喋ってくれんかったから、うわ、こいつ金かけなかったら、あんま、その、仲良くしてくれないんかな、みたいな思っちゃった、ね。違うよ。あの時にはさ、ゼロワンリオンとかさ、いろんな配信者いてさ、プロスロって、あの、予選最下位だったわけでしょ。いや、予選じゃない。予選は18位通過で、当日が、あの、100件くらいで最下位やった。めっちゃ、座ろうやん、こいつ。え、それはつる800件、地上げやっけ。ええー、違う。あれじゃオールスターズの時は、あの、リアルタイムバトルでは、あの、地投げもしてないよ、もちろん。うん、ランク外になるやん。で、かわいそうだったからユニバ1個だけ投げてあげた。優しい。パイナップルだけやで、ユニバ。で、その日だけ、多分12月やったやけど、日韓ランキング入れんかったよ、その日だけ。おはよう。めっちゃ悲しかったわ。まあまあ、おもろかったけどね。まあ、今年はプリコを抜かして、俺がアメリカに行くから、楽しみにしとけよ。X さんと約束したから。
団結か、まあ、一挙。多分、X さん、ヒカルさんのこと応援すると思う。でしょうね。うん。ヒカルさんがピックライブをよくやるようになってから、そうなると思ってる。でもさ、一強じゃさ、バトル形態によるけどさ、うん、多分 1アカウント 12M じゃん。15じゃなかった ?15。12だ。確か12だった気がする。ほんと、俺15ってよく聞いたけどね。15って聞くね。15なのか。15M って言ってなかったかな。X さんも15ってたったこないで言ってた。あ、そうなんだ。変わったのかな。なんか前 14M って聞いた気がする。うん。15M だったら別に団結でもなんとかなるよね。その、15M アカウントが3つとかになると、また話変わってくるけど、うん、1個だったら今ってさ、結構団結枠もさ、その、ね、10M、20M 行く時代じゃん。うんうんうん。わかんないね。なかなか行かないのよ、それが、だから。そんな行くわけあんのかよ。俺もなかなか行かないけど、うん、あとバトル形態とかさ、その、30分間なのかとかさ、みたいな。ああ。俺ほんまオールスターズの時、ブリコーが1位行くんかな思ったけど、セナちゃんやっぱ強かった。プリコ言うの？あの時だってあれでしょ、うん、なんか無課金とあの、無課金さんとセナちゃんがなんかこう、どう、ね、あれなんかみたいな。うん。30分間になるとやっぱり、うん、うちの限界は10から12ぐらいかなってずっと思ってたから、まあ、まあ、うん、その中でもよくやってくれたけど、あれはちょっと、俺らは多分得意じゃないバトルだな。うん、確かになんか、うん、お金持ちの、あ、そう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 。難しいよな。見応えとしては、いろいろ賛否両論出てくるな、ね。なるほどね。え、てか、プリコーに聞けなかったけど、前回の立岩さん、なんかその、最後の最後に、なんかランキングから退出してなかった、自分で。うん、あれなんなん？え、じゃあ俺元々出ないって言ってて。はい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 。なんか、ね、初日に退出するのも、エンタメとしてなんか、あれだなと思って、最終日の最後の最後、ホスト100人切った後に退出するっていうのを決めてて。なるほどね。あのままいたら何位やったの？ 4 位 ?3 位？いや、わかんない人、あと、普通にユニバだったから、俺らずっとバトルが。ああ、そうだよ。縦読み限定ギフトじゃなくていいぜ、みたいな。そう。あれ、ユニバじゃなかったら多分1位までは行ってたんだけど、どの道多分最後は抜かされるって。最終順位は多分3位とかじゃない？ユニバじゃなくてね、普通に縦読みから。うんうんうん。うんうんうん。すごい。え、で、あれやろ、明日からまた縦読み始まるけど、今回はどんな？出るの？確かに。明日から？うん。多分明日から。24、明日。今日23日。本当だ。本当だって、縦夢、そんな感覚なのプリコーにとって。あ、ちょっと、みたいな。出ないんじゃない今回。縦夢は、また、最終日までは出ます。おう。ああ、そうなの？で、最終日退出です。え、退出せんくてよくね？だって、あ、1位取りそうやったら退出しないでしょ、さすがにね。いや、俺は、縦夢はもうちょっと、俺はの中ではしばらく出ないって決めてるから。は？多分1位でも退出だな。やば！退出って言っちゃっていいの？そのエンタメなくなっちゃうやん、これ。うん、そう。だからせっかく1位にさせてあげようって思うリスナーさんが、え、退出しちゃうんやったらもったいないし投げんとこってなっちゃうへん。あ、でもエンタメのために言うんちゃう？やっぱやろうかなとか。あ、言わない言わない。なんか、俺らの、今回の、イベントがあるのよ。縦イベの裏で。あ、また違うイベントを開催するわけね、自分の。そう。そうなんや。それが、事務所対抗イベントなんだけど。おー。はい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 。そう、でも事務所対抗イベントやっていく中で、何位になるのかな、みたいな。でももう、事務所も半分ぐらい集まって。すごいな、もうなんか、TikTok が企画したイベントの外でなんかイベントするのすごいよな。なんか、それこそヒカルさんとムカキンさんも言ってたやんか。リアルに、ヒカルさんとムカキンさんとか、あと会場に誰かを、みんな、リスナーさん入れて、リアル大バトルやろうとか言ってたけど、もうすごいよな。TikTok 超えてるというか。何最近みんなね、だって、うん、イベントそんなに参加してないもんな、全部。ああ、確かに確かに。あのね、縦指に関しては、もう10回以上で出てるわけよ、ガチで。ああ、はいはいはい。もうね、うん、疲れちゃう。やんな。毎日ちゃんとやらなあかんしな。あ、負けたら負けたら言われるわけでしょ。あ、うん、顔疲れとったもんな。朝までずっとやっぱやる。うん、あとやっぱりイライラする。飛ばねえと。うんうん、もう、誰も幸せになれない。あ、うん、え、振り子レベルで誰も幸せになれないってやっぱ縦上に関しては思うんや。うん、だけどトップだからこそよ、ね。そういうこと。トップだからこそ、うん、ここから1位だったら、そう、2位になりたくないなとかさ、気にするでしょ、うん、一番。だってさ、1回負けただけでめっちゃ言われるわけよ。
はいはい、いいんだけどさ、うん、なんかね、リスナーさんが全否定されてるような気がしちゃって。いや、せっかく応援してくださった。まあ、そうだね。かなり応援してくださった方、ね。1位でも、2位でもすごいし、3位でもすごいじゃん、普通に。すげえよ、ガチ。めっちゃすごい金額。これはそう。1位取ってもそんなにさ、褒められないというか、まあ、プリコーだからだよね。まあまあ、当たり前やろ、みたいな感じは確かに。うん、そうそう。だからまあ、ね。え、キコちゃん出んの？出ないです。ないねー、キコちゃんね。出ないです、ちゃうの。すいません。すいません。出ない、出ないの、ほんとに？すいません。はい。なんか、あ、忙しいのか、大学生で。ちょっと本業、大学生。大学生、大学生、大学生。大学生やってたし、30やで。結構 BBA で、これ。え、もう、BBA 言うな。リアリー方より年上やで。あ、そうなんですか？あ、そうなの。プリコ、え、20代やったの？ 20 代。若い。29、あ、若いな。わかってても年あんま変わらんやろ。大学生、これ31。私、あ、非公開ですよ。うるせえよ、お前。お前40歳やね。20代ですよ。あ、そうなの？うん。非公開ですよ。20代で非公開にする意味って何なの？あ、なんか、ホスグルいネタをずっとやってたから、まあ今もうやめたから別にいいんだけど、なんかいつまでその PN の服装を着てるの、なんか、BBA やみたいな、なんか言われるのが個人的には女性として嫌だったから。いつまでやるか分かんなかったから、なんか30過ぎてまでホスグルいネタをずっとやんのかなとか思ったらなんか嫌やったから。あ、なるほどね。うん、あれや、え、てか、この中で俺が一番年上ってやばいよ。なあ、一番若く見えん。なんか。いつ？え、俺31。今。え？敬語使えぜ、俺。もっといってそう。え、もっといってそう。40代だと思ってた。プロスロ、プロスロ、プロスロ、それちゃんと計算した？計算も何も。1992年8月20。計算して、そろばんで。弾いて、弾いて。弾くまでは、じゃあ2024から1992引いたら、まあ30。弾いて、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 弾いて。弾いたわ。弾くまでもなく分かってるわ、自分の年齢が。ガチ？うん。だから、プリコとかパイナップルとか、まあ、キコちゃんもそうやけど、すごいなと。うん。なんか、年下やのに、めっちゃ上やんか、みんな。うん。いろんなね、分野でね。羨ましいよ。俺、来世プリコになりたい、ガチで。パイナップルは、その、要は株、ホス狂いネタのもう頂点じゃん。まあ、まあどうなんだろうね。歌舞伎町、水商売と女の子を掛け合わせた場合の、多分その、うん、ホストとお客さんっていうね、うん、そこを掛け合わせた時の頂点だと思うの。うん。はいはいはい。明動的にってことかな。そう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 。で、キコちゃんは、ね、なんつうんだろう、元、証券マンで、営業トップと。うんで、社長賞も受賞されており。いや、すごい、プロフィール。で、サブスクも7人ほどいて、で、あと、銀座のジェイボーゼ。ジェイボーグ。アスカキラーさんのお店ですね。そう。で、12ヶ月連続ナンバーワン。絶対落ちくるぞ、落ちくるぞ。はい、で、俺は暗算がすごい。おいはぁマジか。俺だけガチしょうもないやつみたいになってるやん。いや、顔が白い。どうでもええねん、顔白いのが。歯は黄色い。おお、それは言わんでええやろ。で、ここ、髭青い。もうええって悪いところばっかり、いいとこ褒めてくれ。眉毛が特徴的。いや、それも別に褒めてないし。恥ずかしくて顔真っ赤。いや、それも別に褒めてないのよ。顔がダワンでしょう。おお、ダウンドウンはやめとけ、マジで。ダウンが。転職隊一本多い1位はやめとけ、マジで。ほんとに、こいつは舐めてるわ。転職隊一本いじり、多いいじりってすごくない？どういうこと？いや、だから俺めっちゃダウン症って言われまくんのよ。X だり。あ、でもさ、それってなんかさ、すごいって言うよね。うん。あ、その、一個引いれてるというか。そう。なんか障害があるから、その、すごい才能があるみたいな。なんか、うん、俺言われんのよ、よく。いいことじゃない？そう。いや、いいことじゃないよ。プロソロ版プレイヤーって検索したら、関連ワードでダウン症とか、キモいとかめっちゃ書かれてるんだから。みんなそう思ってんじゃん、ディアで。すっごい嫌なんだけど。まあ、イケメンで書いてほしいよ、ほんとに。じゃあ、イケメンで書きまくればいいじゃん。そしたら、変わるじゃん。自分で検索するから、プロソロイケメン。検索を100回ぐらいしたらイケメンになるよ。うん。なんと金かければな、そこに。金かけてまではやらねえよ、検索。つなげするぐらいだったら、そこに金かければいいじゃん。うん、いやけど、整形、いやけど、俺も、え、プリコ、俺どうやったらホストになれるかな、うん、じゃ俺も、顔、そうやろ、じゃあ、え、じゃあ俺痩せてた時イケメンやったから、もう。見して。え、ずっと言ってんだよ。うん、あ、じゃあ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。
ちょっと待って、もうすぐ、あと5秒ぐらいでいけるから、ね。いろいろいじらないときつくないですか？あ、何やこれ、お前、ばば、喋んな。犬よ、おはよう。痩せてた時の。ずっとパトルしないで、ずっと喋ってたよ、うちら。これ日本一撮った時のこれ。イケメンだった、みんな。まあ、イケメンなら可愛いとは思うけど、はい、イケメンなの？あ、イケメンではない。いや、まあ、整形してイケメンになろうかな。それこそね、DJ 丸が整形したみたいな。うん。あ、ね。あ、俺が勝ってプリコが負けた時のやつか。ごめんごめん。間違えた。俺がイケメン。あれかもしれない。心が汚すぎて、もう無理かもしれない。なんてやねん関係ないやん、それは。ねえねえ、プロスロー、リックンって知ってる、リックン。リックンって誰分からへん。リックン分からへんね、パイナップルね。ホストさんね。うん、ホストは俺で。ホスチルさん、うん、うん。で、それで、そこで雇ってもらえば、そこだったら多分、採用だよ。なんで採用してもらえるの、俺が。インスタで噂のリックンって調べて、DM 送ってみ、ホストやってみたいんですけど、明日体験入って行ってもいいですかって。噂のリックン調べてみよう。うん、多分優しいから受け入れてくれる。いえ、プリコお前配信者仲間でオールスターズ仲間なんやから、プリコの店がいいよ。俺の店は早いだろ。早い。だからある程度その経験を積んでホストとして一流になったら雇ってくれる。だからリックンの店である、程度実績を積んでから来てくれ。どういう実績？俺ガチで頑張ろっかな、そしたら。働いて配信上手、もう配信者なそれ。りっくんの店でね。めっちゃいいと思う。受けると思うよ。あのプロスロがついに電撃参戦。いや、プロスロホストしたら普通にさ、一日店長ぐらいだったら、リスナーさん行きそうだけどね。来るかな？来てくれるかな？アキさんとか行きそうだけどね。ああ、確かに確かに。でもすごいのが、置いたホストやってんじゃん。うん。もちろんリスナー様も結構来てくれてるんだけど、普通に、大分のことを知らない人から、まあ飲み直しっていうのがあるんだけど、そっからの指名も結構多い。まあなんか、あれだもんね。なんかさ、一重でさ、まあちょっとあれだもん、こう、かっこいい、なんていうのかな、韓国系っていうかさ、そっち系だもんね。うん。大分くん。そうそう。だけど、なんやろうな、うん。まああいつ、かっこいいかな。なんか、ジュキアに似てない？普通に、ジュキアに。あ、俺、ジュキアから DM 来たよ、そういえば。なんて来たん？見る？おー、見たい見たい。俺さ、それさ、TikTok のさ、ストーリーにさらしたんだけどさ、バンになった、それ。え多分内容が多分ダメだった。大丈夫、TikTok ライブも BA にならへん。確かに厳しいぞ。あ、まあ、読むだけ。うん。いた。ジュキアからね、日曜日の夜9時半。ね。はい、はじめまして、今事務所って入ってますかねって来た。もう TikTok ライブする気満々やんか。あ、そうなの？で、最初俺、何の事務所か YouTube の事務所かと思ったの。今年 YouTube 版だったから。うん。そしたら、お疲れ様です。何のですかって言ったら、6月に新しく TikTok ライブ専門の事務所を作るんですけど、他の事務所に入ってないなければお誘いをしたいなと思い連絡させてもらいましたって。あ、そっちね。プレイヤーじゃなくて、事務所をジュキア君が作るんや。そう。ああ、だからさ、入れるわけないじゃん。はいはいはい。入れるわけない。ダイヤスとか。全然知らないね。知識がないね。マジで、マジこいつ舐めてんなと思って。うん。で、俺が、むしろ自分もライバー事務所作ります。ライバルですね。押すって返したの。したら、そうなんですね。わかりました。とだけ。こんな感じで。なんでそらしたらダメなの？え？インスタの、それ。あ、そう、俺、さらし方が多分結構トゲあった。そうそう。なんか普通に消えてた次の日かなんか。なんでさらしたんだっけ、みんな。なんか、TikTok のストーリーに、なんだっけな、結構ね、俺もね、酔っ払って書いたから覚えてないんだけどね、長文でね、書いたんだよ。そう。なんて書いたんだもん、みんな。なんか言ってたよね、いろいろね。そう。だから、ジュキアが、TikTok の事務所を今作ってるみたいですよ。へぇ、面白い。本当に。YouTube、金ないんだろうね、きっとね。おー。え、でも、家賃100万とこ住んでたみたいな、なんか。いい時はそうかもしんないけど。今だって大変って言うもん、YouTuber さんさ、みんな再生回数落ちてきてさ、怒ってる人ほら、限られてきてるやろ。はいはいはい。みんな飽きもあったりとか。YouTube はめっちゃむずいでな、再生数。伸ばすの。マジでむずい。な。でも、バンだったの？その、小屋さんはその YouTube。
さっきバーになったって。いやいや、TikTok に、その、ジュキアとのスクショを動画にして、YouTube。だから、その動画がやられたってことでしょ？うん。YouTube は、そう、よっぽどじゃないとバーにならん。うん。うん。まあ、あれやな。もう、ジュキアと大分が、あれやな、プリコの店で一日店長したら、どっちがどっちかわからんやろな。うん。うん。おプリコ、お前、給料どっちだよ、お前な。やばい、プロスロー。あたり、付け直してから2時間経っとるけどさ。うん、2時間で、2時間で 7.3K、ずっとバトル戦でずっと喋ってた。やば。まあまあ、縦部屋したからあるから別にいいんじゃないの、たまにはね。確かにね、そうやな。うん。プリコ、一戦バトルするか？どっちでもいいけど。みんな起きとるかな？起きとる。起きとる。いける。めちゃくちゃ眠そうや、プリコ。絶対バトルする気はなさそう。ないな、うん。いや、もう、あの、キコちゃんのことを眺めてたよ、ずっと。マスク入りました。そういうこと。マスク入りました。じゃあ、キコとパイナップル、どっちと、あの、デート行きたいとかある？イエーイと、キコちゃんは昼間から夕方にかけてだな。で、夜の8時から深夜まではパイナップルだな。これは、あの、ホストの出勤時間なの。なるほど。そういうことか。だから、パイナップルをホストに連れてお金を使わせよう。なるほどな。同伴。あ、ほらな。お二人行けないってこと？で、キコちゃんは、だからその、天外だ、本家の的な、さ、収入の的な。だけど、キコちゃんも営業のラスト1時間に来てもらって、そっからアフターだから。あ、嬉しい。パイナップルは同伴。同伴で、またね、また明日待ってるね。あそこでね、お店だけの存在ね。めっちゃ面白いよ。嬉しい。やば。そういうこと。何の時間なんこれ、ずっと俺たちは。これ、何の話をしてるうちらさ、さっきからさ、何の時間をずっと過ごしてんだ今日の。てか、なんで、その、俺とかパイナップルとかキコちゃんの枠に。確かに、確かに。珍しくない自分から来る。友達がおらんのちゃう今、あの、配信して面白い人が。他にね、コラボできそうな相手に。申請してきたの多分、プロソロでしょあ、でもなんか、違う、俺のリスナーがプリコが呼んで、あ、違う、プリコを呼んでほしいとかどうのこうの、なんかリスナーが言ってたから。違う違う、プロソロがミキサーの使い方知ってんのかなって話になって。あ、そっか。で、じゃあ聞こうってなっただけで。知ってるわけないやん、この男使ったことない。リスナー、そう、全然使ったことないよ、ミキサー。私ね、ミキサー横にあるし。うん。使ってないじゃん。うん、だから俺んとこの枠の鳩が間違った情報を、まあ言ってくれたおかげで、まあ繋がれたのね。うん。鳩だ、鳩。鳩ね。うん。なるほどな。そういうことか、プリコ。うん。このコラボもね、もっと人数多くコラボできたらいいのに。え、なんてもっとなんか、ね、4人じゃなくてさ、10人とかでコラボできたらいいのに。あ、バトルとかじゃなくて普通に雑談。雑談え、でもそれは小窓でいいじゃん。小窓でいい。小窓はちょっと一回切んなきゃいけない。ああ、確かにね。うん。ああ、そういうことか。確かに、4人以上のバトルとかもしてみたよね。うん。けど、一人一人めっちゃちっちゃくなりそうやけどね。うん。サングラスとかももうちっちゃすぎてもう見えんかもな。うん。どういう切り方やねん、あいつ。もうとりあえず飽きたからじゃん。誰か入れようや。なんかそろそろ、なんか一回バトルして、あれしよう。ちょ、マジでもう、プリコ何しに来たんこいつマジで。切れちゃった。謎だったら切るにも切られへんしな、プリコいたらな。うん、あ、誰でもいいけどね。もう、なんか、あの、満足したな、今日の配信。今日満足しました。なんか、付け直したけど、なんかもういいやっていう気持ちにもなんか、俺もなんか、バトル全然してないけど、疲れたわ、なんか知らんけど。なんかそうだよね。なんでだろう。止めすぎてちょっと疲れた感あるよね。うん。めっちゃありがとう。うん。こんなに語る、待って、今日私待って、ジムの日じゃん。あ、ジム行くんや。うん。あ、よし。いや。プリコ、あれやな、なんか喋りたいことは、山ほど、なあ。うん、アイキちゃん呼ぶか。来るけど。あれやな、うん、アイキね。はい。すごい切り方やったな、あいつ。ブチって。うん。ハロー。ハロー。How are you today? プロソード私来るか。And you? え ?Goodbye.Go to bed. 早いんだよ。
いやー、語ったなぁ。語りすぎて、もうリスナー全員出たんじゃん、マジで。いや、そうかも。何を語ったの？いや、なんか、キコちゃんが入ってきたことによって、X の兄貴とパイナップルのその、恋愛がどんな感じなのかみたいな、その、恋バナです。なんか、X さんと私がもう付き合ってるみたいな話になっとるやん、もう。徹子もハードレート。うーんってなっちゃうよな。そう、だからまあ、途中まで興味なかったけど、やっぱ結婚式とかなんかその、うん、ね、ケーキ優勝とかその友人代表挨拶とかのくだりで、ちょっと現実味を帯びてきて。なんで現実味を帯びて。うん。で、俺があの、新婦やるわ、つって。なるほどね。ね、そう。ダイソーで。ハートミーありがとう。どんな会話しとんねん、ほんとに。リビオも働く。で、プリコーもな、その後入ってきてな、誰が一番友達いないか決めようぜとか、しょうもない話して。世間話。うん。それで抜けてったわ、バトルもせずに。バトル絶対せんやった。しかも私たち相手になんかつまらんやんだって、リスナーさん。そうなんやけどな。リビオさん。ようあんな、その、どうでもいい会話を無駄に長くできるよな、プリコって。いや、ただリスナーさんを楽しませたいっていうだけのメリットで来ただけだと思う。ああ、そうなんや。いやー、もっと盛り上げられたのにな、それやったら。さあ、行くぞ、みんなタップです。いや、お腹減ったな、ちょっと。ピーマちゃん、ハートミヤ。さあ、2倍です。さあ、行きましょう。いるかな？モカちゃん。もうラストバトルぐらいになっちゃうかな。25人。もう25人。じゃあな、ちょっと喋りすぎたな。でも楽しかったな。あ、そう。俺、楽しかった。36人ぐらいしか飛んでないで、4時間や。飛んでへんわ。私はまだね、飛んどるからさ、まだやめれる。まだまだ、忍者ちゃん、忍者ちゃん、たっちゃん、忍者ちゃん、忍者ちゃん、忍者ちゃん、バラバラ。トレさん、ナイス、ナイス、ナイス、ガチガチの前で。バラ行き来、一緒に行って。モカさん、ナイス。あと5人、あと5人、バラ、バラください、バラ。あと2人。ユリアちゃん、悟空さん、あと3人。ゴゴちゃん、ナマンダム。バラください、あと1人、あと1人。ボセ、ナイス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 。アルパチーノちゃん、バランマ。さあ、こっからどうなるか。ユーそう、だから、川原社長来ても、あの話はなしよ。まだ、まだ、オフレコで。オフレコでお願いね。プロゾン何でも言っちゃうから、まだ内緒。何してする話ですかね。今日話すか。さあ、いくぞ、2倍です。はい。ほぼちゃん、わらわらわら。ほぼちゃん、わらわら。わらわらわら。ほかちゃん、ビヨン、ハンバーグ。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 ほぼちゃん、いいね。ほぼちゃん、いいね。いやー。なに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 。おてんちゃん、おはようございます。おはよう、おてんちゃん。やばい！つよめちゃん、ありがとう。もっかちゃん、ありがとう。あいだーい！NU！ NU！ ちゃん、ありがとう。NU！ 強いな。ナイス！たけちゃん、どうして、君がなくだって、フェニックス投げてない。なに、キコちゃんとフェニックスちゃんって友達なん？はじめまして。フェニックスちゃんって誰ですか？金星フェニー。あ、はい。後輩です。あ、そう後輩？今知りました。てんちゃん。今知りました？コメントでは知りました。前、キャバクラ一緒働いてみた。マジで？はい。そういうことなんや。え、けど、新生フェニックスな、なんか永久版食らっちゃったらしくて。えなちゃん。え？ありがとう。前のアカウントが。で、サブで多分今投げてんのやろな。そうなんだ。多分食らったタイミングが俺の枠で、プロソのフラッシュ暗算10問出すからいいって言った後に多分食らってるのよね。あるやん。普通に配信してなくてもみたいな。あ、そうなんだ。ポメちゃん、ポメちゃんありがとう。あいき、カタカタ何、そろばん弾いてんのか、お前。うん。確かに。4億6320。できんのか。ストーリー見たよ、キララちゃんの。え？あ、キララちゃんとのやつ、そう。ありがとう、どうやった？もう、肌の下伸びてた。年齢部屋。そこかよ。いや、そりゃそうよ。え、だって、アイギとキムタクとかとコラボできたら、ちょ、待てよ、みたいな感じですごい、ウェッピヨヨヨヨンって伸びるでしょ、そりゃ。まあね、確かに。男たちの憧れなんだぜ、キララ。そうだよね。そうよね、でも。お父さん、のぞみちゃんの見たの？え？何？のぞみちゃんの見たの？いや、浜のぞみちゃん。作品をってこと？いや、お前、すごい、なんか、すごい面白いかもしれないけど。うわ、聞きたい、聞きたい、見たの？一応、サンプルでは見たこと、サンプルで見たことあるけど。見てるやん。見たんだな、見て、あれ。見て、見てどうしたの？いや、あれしたい、やって、こいつやばい。違う違う、普段コラボしてる。いやいや、見たけど。10秒ごめんちゃん、10秒8秒。ラジさんに団結は行くぞ。うら、ナイス。
ゆりちゃん。いいぞ。ゆりやバラ。お前バラじゃん。お前無理。ピエルちゃん、ほら、ありがとう。ホワイトウルフ。いや、ローザの声運や。いくぞ。バラレード。ありがとう。なんか、語りすぎたな。ゆうききー。ありがとう。何やねん。はい。皆さん、アーカイブに残ってるって思ったら、おもろいよな、この会話が。そう。永久保存。永久保存よ。まあまあ、いいけど。ずっと笑っとったもんな。はい、まあ、パイナップルは今日機嫌良さそうやったな。じゃあ、ミュートします。ミュートで読みます。もはい、てんちゃんいないとやっていけない。てんちゃんガチでありがとうだ。おはよう。ほぼドラえもんさん、はじめまして。勝てた時フォローするな。ゆりやちゃんもありがとう。午後もせつこもルフィオもね、みんなまとめて、センキュー。てんちゃん、ゆういちくん、ありがとうございました。ありがとう。どうする？もうすぐ8時になるけども。配信やめる。うん、アイキもやめる。え、アイキは何時からやってたの？配信。1時間前。もうやめんの？なんでやめん？うん？もう朝ちょっと1時間だけって言って思ってた。あ、もともとね。そう。うん、そうそうそう。すげえな、俺も1時間。私はなんかこんなつもりじゃなかったけど、語ってたらいつもがこうなってたし。こうなってたの？語ってたと、パイナップル今日。なってた。え？えぐいぐらい語ってたよ。なんか、いつもと全然なんか雰囲気が違うというか、なんかめちゃくちゃいいことあったんかなって思ったよ。何にもない。何にもないけど、あんな明るかったの？いや、単純に面白かったんちゃう。あの、X さんのくだりが。ああ、まあまあ確かに。それ面白かったよ。単純にめっちゃおもろかった。いや、私も若干なんか、絶対そうではないけど、なんか、頭の中で考えたことがあったことを、それを言ってきたから、ああ、なるほどね。そう、まあ、謎が解けたというか。いや、謎が解けたわけじゃないけど。うん。まあ、キコちゃんをきっかけにね。アイキューさん帰ってきたー！おかえりなさーい！おかえりなさいませ、X の兄貴！エイクさん、お帰りなさい。いやいや、みんな、これ、あ、もう、僕もちょっと、オッケー。なんでこんなさ、意地悪な。はい、帰ってきたって言ったら、なんで、はーなの。なんでこんなツンツンするの？いや、ほんまやで。ただいまでいいじゃん。あ、ジムしながら聞いてたんだって。おー！嬉しいね、でも。そうだね。大好きじゃん、大好きじゃん。聞いてくれてたんや。いやいや。すごいな。そうだよね、X さんの話に戻った瞬間に。サブで聞いて、ほんわかで戻ってきたんや。あ、聞こわくで聞いてたらしい。ああ、マジか。だから参加しましたって出てた。ああ、そういうことか。そういうことか。なるほど。なるほどね。おっさんなんか可愛いな。うん。あれ、アイキちゃんゼロタップだ。はーい、おめでとう。ほんとだ。ちょ、待って、みんな、いる？エクサリキ、俺日韓入ってないぞ。4時間ぐらい配信してるのに、下向き文字が始まったの。やっぱり大好きだねって。でも、キコちゃん枠で聞いてたみたい。あえてですよ、あえて。みんなタップしてタップ。あえて。あえてなんだ。バレたら恥ずかしいから。バレなくない？ランオフだから、参加した瞬間はわかるけど、そっからどれくらいいるかわかんないけどな。あ、そっか。わかんない、わかんない。コックさん。さあ、行くぞ。スピーチではあるかな？あるかな？みんな予約前なんで。反映しないアカウントもあるのよ。だから、その時はもう諦めるしかない。俺もよくあるからさ。無理なく、予約前。さあ、行くぜ。てか、今日、キララちゃんと、なんか、そう、リキアってやつが、なんか、ニコラしててめっちゃ嫉妬したわ。嫉妬すな。うん、俺、キララちゃんとまた4くらいしかやったことないから、ニコラやりてえな、みたいな。だから、俺より知名度低くて、フロアも低いやつが、キララちゃんとニコラしててめっちゃ、ムカついた。うん。リキア、面白いよね。リコラニコラすんの？キララちゃんって。バイト最近、いろんな人とやるんじゃないかな。ますよね、最近。うん。リキちゃん、めっちゃ仲いいかも。リキちゃん、ありがとう。キララちゃん、ナイス。21人、21人。ジュジュありがとう。21人、21人。クジョちゃん。クジョもらう。クジョさん、安ありがとう。21人、21人。パニキングありがとう。ジュさん。ちょっと安のところが。21人、21人。クーちゃんないよ。赤ちゃんありがとう。21人、急いで。あと6人、あと6人。急いで。ジュさん、リンクちゃん。あー、惜しいなー。これ惜しいなー。あ、どっちもいけない。これ惜しかったー。じゃあね、お手洗い行きたい。あ、じゃあ俺も一緒に行くか、じゃあ。いや、はい、私もずっとトイレ行きたかった。いや、嘘。
じゃあ行ってくるわ。またな。行きたい。お疲れした。ふざけんな。このバトルどうにかせっと、その。え二桁ないよ。どうにかせ。俺の X だ。兄貴にお前可愛くお願いしたらなんとかなるよ。お前そこパイナップルお前ちょっと女出してメス顔でちょっと言ってみろよ。メス顔。おお。そしたら X さん来てくれるかな。うん。結婚しようって言って。なんでそんな色恋せんといけんの？は？なんでそんな？もうエクさんのこと好きちゃうんだけど。色恋って言わないでください。うわ、営業ちゃうねん。自由恋愛や。ポンちゃんブレスレット元気出せない。さあ行きましょう。行きましょう。全員逃げたじゃん。やば。サイドさん。サイドさん、ありがとう。やばいやばい。サイドさんいないとやっていけない。1分半。マジでトイレ行きたいの、私も。やばい、私も。めっちゃトイレ行きたい。やばい。まあ、結構やばい。なんか、とりあえず、あれや、リコハさん、ニキが、出て行った瞬間にもう行きたかった。リコハさん、ナイス。ビビナイス。リコが入ったからな。リンチちゃん、ありがとう。てかもう、ほとんど温存で。リンチちゃん、ナイス。ウラちゃん、ナイス。引いてた、ありがとう。ナイス。調子悪かったから、調子悪かったら付け直そうかな。お腹も減って。ウラちゃん、ナイス。ウラちゃん、ナイス。リフレベル。結構、1分耐えれるかな、私の暴行。あんま暴行って言うなよ。ちょっと待って。やばい。まあけど、垂れ流し配信もいいんじゃないの？ 50 秒。バンになるわ。これ CC レモンやねんつって。これ実は、あれやねんってね。これ実は、これ。40秒。あれやねん。できないで。さあ、行くぞ。これ勝てるんじゃん。ね、本当にもう勝てるんじゃないよね。差し込み。差し込み。ビナイス、ビビナイス。さあ。次よ。大会チャンネルは。頑張れるかな、差し込み。モカちゃん、ありがとう。まあ、これ、もうラストバトルないよ、これ。ミリアちゃん、にゃお。サイドお兄ちゃん、ミュージック。10秒。モカちゃん、ありがとう。勝つぞ。お兄ちゃん。5秒、差し込み。ラスト5秒。ひなたちゃん、ナイス。ビビ、ナイス。うらちゃん、ナイス、最高。X さんかい。X さん、本当にありがとう。X さん、ちゃん、リンちゃん、キタちゃん、キチ、サナピちゃん、ユダちゃん、違いますよ、これは。キコちゃんのことが好きなんよ。みんなありがとう。ありがとう。ミュートします。ありがとう。MVP、ゆうききちゃん、ありがとう。さあちゃん、やす、じゅじゅ、ごくく、みんなありがとう。ゆよっちゃん、ゆういちくん、はなび、じゃあ、にゃんぐんさん、うにきんぐ、たけちゃんま、おうじ、ありがとうございます。ビビ、お誕生日おめでとう。ひなたちゃん、ありがとう。うらちゃん、グローブゲットありがとうありがとうありがとう限界や。限界です。私も。みんなまたね。解散しよう。ありがとう。バイバーイ。いやー、眠たくなってきたな。もともと今日は、配信するつもりなかったんだけど、まあ、キララちゃんとそのリキアがね、コラボしてて、楽しそうやな思って、つけたんすよね。眠たくなってきた。今日は全然ギフト飛んでないぜ、俺。37.3K か。4時間で。まあ、時給に換算したらそりゃね。けども。眠てトイレ行こうかな。面白かった、ありがとう。8時か。まあ調子悪かったらちょっと付け直しもありかなとは思ってるけど、うん、なんかずっと眠いのよな今日。コラボしたいやつも別に、プリ議長の代わりにプリコさん、うん、雑談の期待値、雑談面白かった。うん、まあたまにはこういう配信もいっか。もともとその、うん、寝ようと思ってたぐらいのモチベやったから今日。うん、ああそれもあるね、ハチちゃん、そうやね。うん、ちょっとごめん、秒でトイレ行ってくるわ。ちょっとクラゲだけ置いてくるね。1、2分で戻ってきますんで、
ちょっと待っててね、みんな。ありがとう。やっぱね、面白いとかね、うん。なんかいろいろコメントもらえるの嬉しいわ。ありがとう。ちょっと待っててね。すぐ戻ってきます。8でか。ふう。あ、俺ね、鼻のここで、ちょっとね、ニキビ潰しちゃってね、あれなんですよ。キズパーパッド貼ってたんですよ、ここ。そう。でも血出ちゃって、まあ、すぐ治るんで気にしないでくださいね、皆さん。で、いつものエフェクトやと消えるみたいで、多分もう治ったんちゃうかな、ここの部分。そう、キダラちゃんとコラボしたいから、ニコラしたいから、今日は配信つけたんですけど、配信つける前に、ニキビ潰れちゃって、めっちゃ血出ちゃって、あ、ここっすね。うん。言わんかったら気づかなかったよね、みんなも。まあ、気づいたところで、みたいな。まあ、たまにはこれぐらいのしょうもない配信で終わってもいいかなと。あ、やべえ、公開制限された、最悪。クラゲ乗せてたのに。意味ないやん。気づかん、目立、ね、気づかんかったよね。クラゲで気づいちゃったわ。そう思ったら、ここってすごいよな。ここが。うん。もうこれで治ったか。いやけど、ほんと今日眠い。A ちゃんハートありがとう。薬のせいかな。いや、昨日新しい皮膚科行ってきたんだよな。そこでもらった薬が効きすぎてんのかな。薬あれば。めっちゃ眠いのよ、ずっと。いや、ほんまね、普通に寝ようと思ってたけど、今日スーツなんですよね。カッターシャツ。僕いつもカッターシャツはね、着ないんですけど、もさっきも言ったけど、そのキララちゃんとリキアがね、ニコラしてる時に、なんかギフトが飛んだらキララちゃんの前だけやと、なんかスーツ着るみたいなくだりやったから、おもろいやんと思って着けちゃって、まあ8時か。ニコラも近いですね。うん。さっきギフトもちょっと投げたんやけどね。花ワッチハートありがとう。あー、眠て。のぞみ一回行ってみる。カニちゃんもやってんな。面白い人がやりだしたか。のぞみとバトルして4コラとかやったら、まあ盛り上がるかもしれない。聞こえてんだよ。聞こえてんだよ。あ、聞こえてたって言おうと思ったのに、先言われちゃったわ。今、カニとね、バトルしたよ。どうやった？ん？なんか、お互いもう、ちんやり。で、なんか、カニちゃんが言ってた。多分、プロソロは明日つけないから、今日やってんだとか、つって。いや、そんなことないよ。なんか、いや、今日やったモチベーションは、キララちゃんと、
いやっていう、なんか、底辺的とかがニコラしてていいなと思って。アチア？アチアじゃない。なんか、リキアっていう。へー。男の髪の毛もちゃもちゃの煽り系のやつ。知らない。うん。シーバー正宏さんいらっしゃいますね。まあ、そいつが、キララの前だけやと、なんか。もう呼び捨てしとるやん。彼女かよ。いや、彼女ではないけど。キララがとかつっちゃって。いや、うん、いやいや、別にそこの意識はないんやけど。あ、やべえ、火薬検出された。いや、ほんま、キララちゃんとリキアぐらいのしょうもないやつがニコラでなんか楽しそうにしてたから。うん。いや、俺も、じゃニコラしたことないからニコラしてみたいなって思って、うん、ほんま、4時ぐらいにつけたのよね。もともと濡れつもりやったけど。朝の4時に？朝の4時やったと思う、多分ね。あ、今日が？今日？今日、4時間16分やから、そう。けど、キララちゃんが、ちょうど俺がつけたタイミングぐらいで終わっちゃっていけなかったっていうね。わー。で、その後。3倍です。うん、3倍。3倍です。さあ、みんな行こう。キララちゃん。頑張りましょう！ 10 です。めっちゃ今日眠いのよな。さあ、10コイン、43に団結。そうやね。ユリアちゃん、ラーザだ、ギャン。10です。行くでいい、みんな。ペイお帰り。ペイ、ちょっと10やって。ペイ、10。日韓ランキングまであとどれくらいか見ますけども、あと 32.8K だ。いくぜ。もう私一生ランオフにしてんだけど怖くて。え、けど日韓に乗れそうやったらさ、うん、ランキングオフに、あ、違う、ランオフ。嘘でしょ、達成。あー、ヒーヒーごめん、漏れたそれ。うわ、ね、出た、またヒーヒーがおんのか。ヒーヒー、こいつ名前一回おるやん。おもんないね、こいつおると。もうなんか、え、でもさ、なんか前回さ、プロソロ枠にヒーヒーいたじゃん。ああ、まあちょっとだけな。8ビクトリー。ヒーヒーごめん、漏れちゃったそれ。ミスター X お兄ちゃんみたいな方がいらっしゃったら盛り上がるんやけど。今日 X お兄ちゃん来てないね。なんかすらってくださったわ。残り5秒で3倍。お、3倍俺んとこしか行けてないから、行けたら楽しいぜ。うん。あ、これあかんわ。よし、寝るか。うん。つけ直そうか。うん。ずっとこれや。じゃ、マジでさ、あかん。本当に、これ何があかんのこれ。なんか。あ、おはようございます。スーパースターさん、おはようございます。え、配信何時がつけた？6時。え、何件ぐらい今。え、数えてない。私、あれに、あれオフにしちゃってるからわかんの。あ、じゃあ、待って、わかるわかる。ダイヤモンド見えるやん、スラッと。え、やばいよ。もう言いたくない、言いたくない、恥ずかしくて。え、言ってみて、一応。2.4K。ペンハット目ありがとう。これはやばいな。スーパースー、え、やばい。でもこれ、どうやったらそんなんになる、逆に。え、これマジで、なんか朝配信私強かったんよ。朝で、バトル。バトルし、もうしまくってるよ。しまくってこれだから。これはもう、やばいわ、それは。え、やばいでしょ？付け直したらいいんじゃん。え、もう付け直ししても同じ。え、てかこれが、5月ずっとこれなの。で、なんか4月はめっちゃ調子よくて、日刊とかも入ってたじゃん。うん。日刊5、6回入ってんのよね。ずっと、あの、上位の方にね。うん、で、5月は日刊どころの騒ぎじゃなくて、もはや、うん、10K 飛ばしていただくことすら困難。負けられたんじゃん。僕はね、そう、なんか理由としてさ、なんかみんなさ、5月ゴールデンウィークでお金使いすぎたとかさ、バグがとかなんかいろいろ言ってるけど、多分そうじゃないんだと思うんだよね。そうやな。単純にのぞみちゃんのまあ人気が落ちたってことやな。え、多分単純に飽きられてんだと思う。よし、でも配信やめよう。もう、どこは。でもちょっと本当に、やめようかなってちょっと思ってる、5月は。やめた後どうすんの逆に。え、もう普通に水商売戻ろうかなって思っちゃってる。やばすぎだろ。てぐらい、マジで5月は、え、どうやって生活するみたいになってる。何みたいになってるって、どうやって生活するこれ。大丈夫そうってなってる。家賃は払えるやろ。うん、家賃とかはね、別に全然、いや、その生活できないとかはないけど。ドキュンドキュンやしりだし。まあ今までのペース。待って、ヒーヒー、今グローブ置いた？なんで？ありがとう、ヒーヒー、ナイス！ありがとう！ヒーヒー、グローブはね、歌ってくれてるんやけど。ビクトリー！キュキュキュ！だ、うん、グローブは20秒で歌えばいいかも。ヒーヒー、お前、空気読めるやん。はぁ、あ。ヒーヒー、ありがとうね。
たけさん、はっさん、ゆりやちゃん、たけちゃん、いないとやってきないからね、ありがとう。みんなまとめて、完璧な究極の圧倒的ビクトリー、最高。圧倒的でもねえんだよ。40歳ぐらいなんだよ。どんぐりやん。正比べ。どんぐりの正比べなんだよ、これ。もう、どうする？ヨンコロビ決まって、カニちゃん呼ぶんや、こういう時は。カニちゃんと。うん。え、カニちゃん呼んでくれてる？うん。パイナップルも呼ぼうかな。おはよう。あ、のぞみちゃんまた会ったね。カニちゃん。さっきのぞみちゃんとやっててさ。めちゃくちゃしょうもないっすか？そうなんだ、そうなんだ。刺さる確率上げるのに10秒なんだ。パイナップルさんおはようございます。パイナップルちゃんおはよう。今、ウーバー頼むとこでしたよ。え、終わらへんの結局。やんの？いやー、終わりよ。ありがとう。ウーバー頼んでるの。ウーバー頼んでから終わろうと思ってたんや。ああ、まあね、ゆるっと話してましたよ。なるほどね。どうしようかな、パイナップルとこもかな。カニちゃん調子いいの？え、そんなことない、そんなことない。え、じゃあ我々さっきカニちゃんとやってたからさ、カニちゃんとも今日。我々さっきねえねえ、このチームは強ないね。ねえ、やばいね。強くないやって。俺今めっちゃ弱い。え、でもパイナップルちゃん明日が本番か。明日からが本番か。あ、縦部、何も計画立ててないよ。ありがとう、ありがとう。タッパありがとう、タッパありがとう。翔さんフォローありがとう。え、でもダイヤモンド？ま、じゃない？ねえ、最近パイナップルちゃんほんとすごい。って思うじゃん。うん。マジで、わかんない。なんか、フェニタ縦部になったら滑るんじゃない？あ、これがフェニタのサブか。オッケーオッケー、フォロバ。オッケー。パイナップルちゃんぐらいでもわかんない。わかんないんだ。自信がない。フリコーとかも、あ、明日から縦部かとか言ってたわ、なんか。え、そうなんだ。意外にみんな気にしてないよ、あんまり。縦部しないらしいからな、フリコーさん。うん。え、プロソロはもうやらんじゃん、明日。気をつけたから。ほら、ほら、言ってるでしょ。まあ、一日大きな感じするけど、一応まあ、縦部初日やった方がいいと思ってやるじゃん。うち、私って深夜の人間だしさ、予約バトルするってなったら、リスナーさんの負担のことを考えないといけないからさ、あと誰が集まってくれるんだろうって。まぁ、ちょっとストレスじゃないけどさ、なんかこう、予定を組んだりとか、リスナーさんになんか言いたくもないメッセージを送ったりとかさ、そういうこと考えたらちょっと嫌なんよ。だからさ、なんか、予約バトルをこの人、この人、この人組んでとかさ、やりたいけど、それでさ、来てくれる人とか、じゃあ、それで離れるリスナーさんとかいるわけでさ、まあ、なかなかこう、そういうこと考えたら、憂鬱で、まあ、あんま考えてなかったかもしれんな。じゃあ、今回、縦部予約バトル全然決めてないんや。あ、いつもだって最初は決めてる。フェニタンありがとう。ああ、そういうことね。フェニタン、このアカウントで配信してる？昼間来れるかって、やっぱ、一応聞いたけど、まあ、難しいっていうことで、まあ、やっぱな、言いにくい、それでこう、あれなっちゃうとさ、なかなかやっぱ進みたいわな。確かにね。3倍です。18人です。行ったり来たりお願いします。本当はスタートダッシュで できるのが一番いいんだけどね。本当はね、だからまあ地道に長時間やるしかないんだよ。ありがとう。18人。皆さんありがとう。18人。あ、新鮮フェニちゃん、おはよう。ネガポイントありがとう。キヨポンありがとう。卵8ありがとう。ユーピー、負けたりくれてありがとう。あと一人、あと一人。みんな、上から下から来てくれると嬉しい。そう、うちで投げたら下へも行ってほしい。カニちゃんも行ってほしい。リディアン嬉しい。リカちゃん、ユルちゃん。これ厳しいな。目標高いよ。うん。これ人数無理やなぁ。ね。ち、お帰りなさい。さあ、3倍や。ミサちゃん、ありがとう。と盛り上げてくれ、みんな。盛り上がったら。盛り上げてくれ。ミサちゃん、チーム友達。おー、ひまちゃん、おはよう。エックスさんが一目惚れのバラくれた。チーム友達。そう、エックスさん優しい、マジで。エックスさんに一緒に日韓入りませんか？エックスさん優しい。優しいって。ありがとう。あ、もらったの？昨日ゴールバラにしてたら、なんか一番乗りでバラくれた。エックスさん、おはようございます。チーム友達。しかもなんか、エックスさんがさ、来るとさ、なんかいろんな人が来てくれるじゃん。どんな人なんだろうみたいな感じで。で、マキタン感想してくれるの？3枚、ちょっとみんな行くよ。今日ちゃんにが、3枚。なんかグローブないかな、グローブないかな、グローブないかな。やばい、3倍、ちょっと応援お願いします。マキタンとスタッフありがとう。3倍、応援お願いします。やっぱみんな気になるよね。どんな人かね。プロソル黙ってる。吉野里さん。え、プロソル黙ってる？プレスありがとう。プロソルチンって黙ってるのっけ？テンちゃん、キュン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 。なんか疲れてるように見える？え、ちょっと疲れてるように見える。なんか今日ね、ミヤさん、すごい疲れただよ。いや、なんか、パイナップルと繋がったら、X の兄貴とね、パイナップルとその、結婚観についての話し合いがあって、その後振り込む。でもずっと話
マジで楽しすぎて。おはよう、おはよう。なんかね、疲れたんよね。マカランちゃんおはよう。普通の飲み会みたいな、その。いや、本当にもう笑いすぎちゃって、うんうん、お酒、ありました。なんか、バトルやと、なんかやっぱ、びっくりとかしたりして、アドレナリン出るけど、なんか、うん。あ、ずっと、はよ、こういう感じだとね。ずっと喋って楽しかったよ。うん。うん、あ、のぞみまたヒス起こすよ、これは。40秒。18、すごーい。もう、我もおはもひばる。もう、ほんとに、どうしたの、みんな。いや、いいな、ユニバ飛んでる。ほんとだ。グリコーさんにもユニバ飛んでたよ。ほんと飛んでたよね。うわ、筋肉、おはへへへへ。ゴリラのメスが、筋肉飛んでる。ユタしか。おはよう、バルボーおはもに。おはようございます。おは。息して！おはもに。みさちゃん、いいね。はい、10秒でございます。ラスト8秒団結。あと5秒。長い、来てる。やかましい。てんちゃん、ゆりや、村上、ゆず、じゅじゅ、フェニックス、はち、ゆき、きくちゃん、ありがとう。いや、ありがとう。レイ、ショウ、ヤス、ワコ、ユズ、ジュジュ、ニワトリ、リカ、レイナ、アトミナタポイン、ギフト、ありがとう。キヨポン、マカロンちゃん、キノピ、ありがとう。ヨシノリくん、大阪のヒロくん、ありがとう。三人差し込み、やったー。勝ったぞ。やばすぎ。勝ったぞ。どうする？エクスさん、兄貴が差し込んでくれた？そうよ。差し込んでくれた金庫の目、優しいよ。どうしましょう。外産でもいいし。どっちもいいっす。どっちでもいいっすか。じゃあ俺カニと組むわ。ちょっとさ、私たちちょっと抜けろこいつ。ま、ちょ組むなよ。あと一回だけやろうや。やりましょう。あと一回。あと一回ね。やってみましょう。伝説の社長、おはようございます。あれや。ねえ、のぞみちゃん、自分のスコアがな出てなくても4コラでな。あ、のぞみかわいそうやから投げてあげようってなるかもしれへん。やばいよね。そうそう、どうこのスコア。うわ、戻っても飛ばへんでやったら、な、4コラでな。確かにね。かわいそうやなって思ってもらう方がまだな。うん。一人で辛いのは辛いよね。そうなの。一人で辛い。一人で辛いの辛いの。本当に。確かに。え、めっちゃ眠いね。一回カウントロッカー。それよりかは、プロソロに、お前時給20円かよって言ってバカにされた方が、まだマシ。え、ほんとそう。さっき聞いたけど、2時間ぐらいで、だって 2K ぐらいでしょ、のぞみね。え、そうだよ。もう、さ、うん、5月ほんとに、どうなっちゃった？え、でもカニもきつい。8時から。マジで5月やばいんだって。8時からきついんや。うん、マジで毎回泣いてるだもん。夜の8時はほんとに毎回ヒスを感じてる。夜の8時。うん、でもカニ、パイナップルちゃんが、なんか、のぞみちゃんのところ、じゃ、のぞみちゃんじゃない、あの子、あの子、あの子。竹秋よ、帰り。あの子、なんだっけ。みらいちゃん。よどん。あれ、みんなの名前のぞみちゃんじゃないの？のぞみちゃんかな？あ、そう、同じ名前。あ、そう、あっちの。大人の女優さんの方。そうそう、そうそうそう、そう、のぞみちゃんでね。なんかね、コマドのやつめっちゃ感動した。あ、ほんと聞いてたんや。めっちゃ感動したもん。泣きそうになったもん、一人で見ながら。パイナップルが泣いてるのぞみちゃんを慰めてあげてた。そう、素敵だった。なんで知ってんの、プロスの。見てた？あ、たまたま、うん。だから、のぞみは泣いてる。やっぱみんな泣いてさ、聞いてるんだよ、そういうの。あ、すごい優秀なんだもん。しかもちょうどアンチが来て、500円。そういうこと言わないで、みたいな。ああ。かっこいい、みたいな。ユリアナ・ラーザだ、ヤン。490円。安定してくれる人なんてなかなかいないからね、マジで。
え、何時代に終わる ?2 倍18秒。もうあと10分くらいで終わろうから、眠い、仮眠しようかなって思って、受話器戻って。いやー、プロソロは仮眠なんていらんでしょ。いや、いるのよ。俺もう眠かったらマジもうおもんなくなるから、俺。なんで?2倍5秒。いや、頭回らんかったら思んないから、俺。確かに、それはあるわな。うん、さあ。あ、レッドブルないか。レッドブルないな、カニ。ちゃんとあれ飲んだんやけどな。みんなでお散歩行く?え、カニ結構配信つないでさ、アライグマでさ、お散歩行って。家バレ戦?家バレ。あ、アライグマで、喋りながらコンビニまで歩いて、みたいな。これラストで抜けるわ、ネミーし。私も配信これで終わる。のぞみも終わる、もう。うん、みんな終わる発言。諦めるな諦めるな、アイクちゃんも疲れてるっていう。もう本当にアイクちゃんもこれで終わる、これで終わる。見たことない。そう。なんか料理配信の時とかケチャップなかったりとかね、自販機まで行ったりするよ、バルボは。へぇー。そう。今も水しかないもん。でもそのさ、会話では盛り上がったけど、ギフトでは盛り上がってないもんな。そんなさ、なんか盛り上がりよほどさ、うん、あったっけ?なんかすごい白熱的な。いや、一回も盛り上がってね、俺。そうだよね。うん、今日?投票で、ね。投票はちょっと雑談が多かったからね。そう、雑談は。今日何系?プロソロ。え?プロソロ今日何系?4時間30分で 37.7K だからもう過去最低レベル。あ、でも37いけばまだ よくない。いや、X さんが飛ぶ愛をなんか、うん、ありがとう投げてくれた。あ、確かにそうやな。すごい優しい。それぐらいだけど。あの時にさ、飛ぶ愛の話しなかったら飛ぶ愛もらえてなかったくない?まあ、それはそうよな。確かに。そう思ったらありがたいか。あ、ウーバー来た。いや、これウーバーじゃなかった。なんか、佐川急便だった。おお。めっちゃ運が早いなと思って。これで後で勝っても負けても、一回、ちょっと受話器戻って、ちょっと寝ます。ラスト9秒でも見たくないもん、自分の。自分のスコア。うん、下見てる。バルボアナイスローザー、キキちゃん、おー、ありがとう、キス起こします。キキちゃん、ありがとう。MCA、トレビス、すごい。ありがとう、バルボアナイスグローブゲット、グローブゲット、マッキーさん、めちゃくちゃありがとう。大会チャンネルじゃなくて嬉しい。トレビス with you。名前書いたんかな?ありがとう。すごすぎた。ユリアもありがとう。みんな忘れて、センキューだ。ありがとう。初見の方、ね、マネーガンね、ありがとうね。ゆうききちゃんもありがとう。えいちゃん、てるさん、あいさん、ユリア。ね、ごめんね、ありがとう。はい、じゃあみんないい夢見るよ。はい、おやすみなさーい。おやすみ、はいはい。バイバーイ。バイバーイ。ちょ、みんな一回ちょっと寝るわ。なんか仮眠を今取るわ。で、また回復したらちょっと元気にとつるわ。で、それでもなんかあんまり盛り上がらんかったらつけ直すかもしれんけど、ちょっと一回寝るわ。眠い。ほんまに。うん、ハチちゃんお疲れ。うん、おもろかった。うん、トレビスさんありがとう、最後。素晴らしかった。クラゲね、出しても、出してさっきトイレ行ったやん。それでも制限来たからもう一緒やわ。うん。一緒。意味ないわ。寝るわ。ありがとう。ああ、眠たい。ああ、過去一眠いかも。なんでこんな眠いの、俺。
あ、カイト、ハイト。あ、カイト、ハート、ありがとう、おやすみ。さあちゃん、ありがとう。お疲れ。おやすみ、おやすみ。みんなおやすみ言ってる。うん。まあ、今日は終わってもいい感じがするけど。まあ、今日はほんまつける気なかったからな。いや、なんかね、コウジのやつがいるかどうかなんだよな。コウジのやつがいるせいでストレスだわ。今日はいないか。昨日めっちゃうっさかってん、これぐらいの時間帯から。ちょっと目覚ましになんか歌うか、ちょっと。